に隣のやつに絶対負けないぞ。よし、今日はきっとお前たち夏休みだと思うけど、平成元年の夏の最後を飾るイベントだから、お前たちこの週末の経験を今日は楽しい思い出にするために、おい思いっきり大胆に、おい自由に、おい
あの地方都市でな、地方の田舎町でやってきたんだけど、ここもなかなかもういいとこだな、おい俺たちがいつもイベントに回って考えたことは、やっぱりこう田舎っていうのはいいもんだな。お前たちいいか、京都を愛する心を忘れない、いいな、おい。それがこの夏一つの思いだね。よし、それじゃあこの緑の山々に囲まれて、おい、この新鮮な酸素を思いっきり吸って、おい、この自然にお前たちの声と心を、おい、言葉させようね、おい。
We'll be right back.
今日はよ、俺たちこの夏いろいろやっぱりイベントに出てさ、たくさんのこういうあの地方都市でな、地方の田舎町でやってきたんだけど、ここもなかなかやっぱいいとこだなおい俺たちがいくつもイベントに回って考えたことは、やっぱりこう田舎っつうのはいいもんだな。お前たちいいか、郷土を愛する心を忘れんなよ、いいなおいよしよし、それがこの夏一つ覚えることだな。よし、それじゃあこの緑の山々に囲まれておいこの新鮮な酸素を思いっきり吸っておい、この自然にお前たちの声と心を追え、こだまさせようぜおい。
くしゃめるやつはもういない。おい、どうもどうも、すみません、ごめんなさい、失礼しました。なんか思ったより落ち着いてますけど。いやいや、ちょっと声が出て、どうもお疲れ様でした。でも今日も過激にやってくれましたが、まあ、今日はあの太陽の下だったんで気持ちよくやりました。日焼けしつつ。あの太陽の下でやるのって結構少ないんですか？やっぱイベントぐらいで、あとたまに野外やりますけど、やっぱ夏の